ああ、唇マークね。ああ、マックスだ。よし。あ、行くぞ、こんラなフとこラグで。回収しなくていいの？え？あ、これ俺の。うん。イエローフラッグどれだ？あれ？フラッグ1個しかねえ。あ、あった、こっちだ。早くしないと日暮れちゃう。洞窟入っちゃう。これ、あ、これだ、これだ。何のための丸太？ここは下る系ではなくて、そうだ普通ね、に入ってくんすだ。り抜け。よし。真面目に行くぞ。手がかり。あ、カメほら。ラくわえてるこれ。いや、もう手がかりがグロいんじゃ。おろろ、いや、お嬢、暴れすぎよ。落ち着け。落ち着け、落ち着け。うわー、吊るされてるねデザの写真ねこれ。ー。あ、ぽいね。なんか入ってんじゃない？おお、ごめんよ。大丈あ、炭酸水。夫。うめえ。うめえ。まあ、とりあえず進んでみるか。うん。腐ってるね。ね。これ確かね、発煙筒も作れてたと思うんだよな。ちょっと待って。そんなのも作れる。どうやって作るんだっけな。ああ、直接ついた。え、何ここ？キャリーバッグが。こんにちは。久しぶりにライブに遭遇。みやびさんもこんにちは。こんにちは。よく覚えてるな。じゃあ。暗いね。こうやって。なんか俺左側行っちゃったけど、前も行けんの、これ。前も行けるね。発煙筒投げたらドクロ光っちまった。前はバリケード、あれ絶対壊せるやつやん。こうするやつだね。ぼちぼちとライブは再開させていただいて、よろしくお願いします。殴るな、殴るな。なんか物なん音がかす物音するね。え？先に進むなということ。おお、キモ。なになになに？うわ、キモ。大丈夫か？ちょ、大丈夫か？おお。おい。ちょっと待って。ワンパン？ワンパン？そいつまだ近くいる？うん。死んじゃったよ。戻ってきて。あれ、リスポンしていいの？多分今起こせない、これじゃ。どっかこの辺にキャンプ地を作るわ。やっぱ強いよ、この辺いるやつが。なんで海軍でも作った方がいいんかね。さあね、あの酒持ってきてほしいかな。あとはね、防具だね。防具作れるほどまだアイテムがないな。小枝をたくさん持ってきてもらえるとありがたいかも。丸腰やで。あ、そっか。俺死んだとこ行かないと斧も手取り戻せないのやばくね。まあ。小枝が足りねえな。
え？なんで？いや、くらーって歩いてたら、敵っつって。あ、引っかかったわ。それはロストっすよ。で、本当にロストなのかな？一回死んだら完全ロストだ。だと思う。いやー、これ。帰るか。まだ来るの早かったか。あれ？あ、あった。出口あったけど、今拠点にいるんだよね。うん。わかった。俺は何としても帰る。で、あっちか。怖すぎ。真っ暗で何も見えねえ。斧あった？飛行機に。いや、なさそう。ぬわ？このゲーム死んだら本当に終わり。そうだよ。こんなやわなゲームしないよ。斧くらいさ。やっべ。ボスだ。マジか。うわ、追いかけ。ふざけんな。よし、勝てる。勝った。俺のもの返してくれって感じだ。入れるかな。やべ、全身が血まみれじゃ。あ、入れるかな。あれかな、家。わあ、帰ってきた。え、斧も本当にないの？インベントリーよく見たらあるパチンじゃないの？いや、なんもない。ま、とりあえず朝にしようか。また人変わったの？いや、同じだけど、君はあれか、ホタルの墓の主人公が。ね。斧くれ。ないね。斧って作れんのかな。斧あげれないしな。あ、でもプレイヤーの死体を見つけてアイテムを回収しようとは出てるから。ああ、じゃあ回収できるんだ。まだ。お？回収しに行きますか、じゃあ。なんとか。必要最低限の、食べ物を持って。食人族いるよ。マジ？干し肉になってもらおう。一番近くの家の方。つか、なんかこれトラップ作動してるし。俺が死んだやつ。お前かよ。お前、何してん。いや、くらって歩いてたら、ペキッとか言ったからさ。何のためのトラップなの。強いって言ったじゃん、この、閉じられるやつが。マジで。あ、こいつ武器持ってるよ。いいやな。素手だとね、攻撃もできないって思ってるから、俺。お前。動くな動くな。
逃げるな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 、ちょっと全速力逃げられた。自分の危機管理能力に長けている謎の知能で完全に逃げられた。あ、いや、まだこっちになんかいるぞ。うん、あ、こいつ武器持ってんな。なんでそんな逃げる。ちょっと待て、ちょっと待てっつーの。めっちゃ逃げる。バカ野郎、武器あるぞ。おい、な、待ってね、これ、ちょ、危ない。あ、なんだそいつ、ボール持ってる。ちょ、逃げんなって。どりゃ。やった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 、武器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 。待って、星肉が。武器あったわ。洞窟こんなとこにあるよ。こんなとこにあるよ。本当だ。もう新しい斧探す方にする？その前にあの星肉を不足してた気がするから持っておきたい。新しいおそましい殺され方してんな。テニスボールめっちゃ入ってるよ。こっちの死体もちゃんと星肉にすぞ。あ、そっか、斧ないのか今君は。おい、斧ないから何もできんよ。あの手足回収して切ってあるから。あれ？どこ行った？こっちもかよ。あ、こっち手足切ったから回収してくれ。はい、よし、星に行こう。そのテニスボールは武器ですか君の。え、あの洞窟入ってみる？近いし。うん。星肉は持って。星肉これも黒いの中に？え、あの後ろのこの黒いやつ。ああ。これ食えるやつ。これ以上もち新鮮なやつがありすぎてもちゃ。じゃあ新鮮なやつ干してくれ。はいはいはい、新鮮なやつはね、乾燥させないと。はい、死ぬく1個で満腹になるの、すごいな。待って、こんだけでかいしね。よし、そっか、そんな近くに洞窟があったか。マジかだって。こんな内臓いっぱいいっぱいまでテニスボールをぶち込まれる死に方をしたくないよ。うん。てかこの辺ひょっとして、あ、ドリンク。ドリンクたくさん入ってるぞ。あ、もう持てん。うまいうまい。スナック菓子とかもあるのでは？あ、火炎瓶、火炎瓶じゃねえや、これなんだっけ、発煙筒だ。発煙筒は洞窟探索で、あ、電子部品も山ほどある。回路基板か。水マジでいっぱいだな。本当に。あ、だダイナマイ。ダイナマイ。ダイナマイ。ダイナマイと戦闘時に役に立つかもね。うん、うん。
じゃあ、俺ちょっと目全身汚れてるけど、洞窟入るか。うん。出待ちやめてくれよ、出待ち。あ、重い、重い。あ、あ、浅いな。何の音？あ、明るいね、この辺は。ね。あ、手がかり。あ、マップ！マップ。マップ。あ、待って、マップどこにしまった、今。こうか。これで、あとはね、マインクラフトみたいに、マップをずっといろんなところ行動すれば、見えてくるようになるっていう、あれっすよ。なるほどね。で、コンパスもある。で、また別の手がかりだ。わからん。何書いてんのか。あ、ここ酒めっちゃ落ちてるわ。え、火炎瓶作っちゃおうかな。火炎瓶作るわ。割り当てが分からん。これはいちいち開いてる。めんどくね。それはそう。あ、これ水かな。きれいにしよう。よし。暗いな。下れるね、こっちさらに。どこ行った？あ、いた。と、この辺にさ、キャンプ地点を作る必要はないか？上行ったらキャンプ地点なんだから。まあ、そうだね。すぐそこだもん。いや、あの、戦闘時は気をつけて。こっちまた下れる。あっさ、発煙筒つけるか。これどんぐらい明るいの持ってる人？そこそこ？うん、だいぶ。あ、投げたらこうなっちゃうの。おお、いるやん。おお。フォーカス合わせれば怖くない。迷いそうで怖いな。まあ、とりあえず下ってみるか。うん。これ歯がいっぱいあるの。歯なの。歯かこれ。パッと棒が落ちてる。おお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 お、コモリ。あ、棒めっちゃ落ちてるけど。本当だな。暗くてよく見えん。あ、手がかりじゃないかこれ。え、何これ、おもちゃか。え、これわかんない。ね、もう粉々にされた死体が安置されてるぞ。あれ、ここさっき違うか。ちょっと待って、なんかここ広いな。こういうところはね。あ、いらっしゃるね。おお、発煙と水で消えたんじゃない？消えたね。俺、気をつけろよ。暗いな、行って。
痛え、待って、死ぬ死ぬ、あっあいつ逃げてったんだけど、ヘルプミー、ああ、そうっす。あ、おもいおもい、とりあえずポーション、ポーションくれくれ、どこ行ったわかんない、ちょ一回、一回、あー、いる、動きが挙動不審なんじゃ、ちょっとこいつら飯にしちゃうか、ここで、うん、暗いし、おまけに暗いし、斧は俺に任せろ。え、何してる、何してる、お前が何してくれて壊れちゃうのかよ、壊れるんだよ、面白いなと思ってやってたんだけど、それはあの敵を倒すときに使ってくれ、ぜひこれ敵直火焼きできないかな、直接、いや直火焼きで、え、あ、できるできるできる、それ骨になっちゃうんじゃない、あ、